この夜の湖に坂本さんの龍一さんのピアノが響くといいなと思って2曲作っていただきました。自分にとって誇りですし、ちょっと長めですけども手をお手振りお願いします。よろしいでしょうか。大丈夫。そして是枝さん、本作はですね、坂本龍一さんが音楽を担当されております。本当に美しいメロディーが奏でられているんですけれども、念願かなってのご依頼だと聞きましたけれども、どんなふうにご依頼されたんでしょうか。そしてその反応はどうだったんでしょうか。撮影場所が諏訪に決まって、脚本に坂本さんの描かれる脚本にこう風景が明快になっていった時に、あ、この夜の湖に坂本さんの龍一さんのピアノが響くといいなと思ってそれで撮影中も編集しながらずっと坂本さんの曲を当てさせていただいてたんですね。借り当てして、はい、ただそれは許可が出る前に、はい、あらで撮影終わった段階で編集したものを借り当てした音楽と一緒に手紙を書いて、オファーしました。そうですか、はい。すんなり OK になりました。体調のことがあったので、これもう本当にダメだったら諦めようと思ってたんですけど、すぐに見ていただいて、でお手紙が届いて、全部を引き受ける体力は残ってないけども、見させていただいてとても面白くって、こう音楽のイメージが何曲か浮かんでるので形にしてみますので、気に入ったら使ってくださいっていう、そういうお手紙でした。結局何曲？2曲作っていただきました。その他の曲は今まで発表された曲を使っていただいて構いませんというお話だったので、昨年の暮れに発表になった「12」というアルバムからも数曲選ばせていただいて、はい、あとはその借り当てしていた曲も使わせていただいてっていう形で、もう一度整えて、送らせていただいて了解をいただいてっていうやり取りを何度かさせていただきました。はい、坂本さんに音楽をつけていただけて今どんな思いでいらっしゃいますか。本当に亡くなられたのは本当に残念ですけれども、最後にこういう形でご一緒できたのは本当に自分にとって誇りですし、この作品にとって自分にとって以上にこの作品にとってやっぱり坂本さんの音楽が必要だったっていうのは、出来上がった作品を見ると誰よりも自分が強く感じてます。で映画に当てて作っていただいた曲だけではなくて、その12から使わせていただいた曲もちょっと言い方が難しいんですが、本当に映画を見て作っていただいたんじゃないかと思うぐらい、とても映像と作品にこうマッチして、作品の中から聞こえてくるような音としてそこに存在してくれているので、なんか不思議な気持ちを抱いています。感謝、本当に感謝してます。